売り主様が非居住者のですね、売買取引の注意点っていうのを今回皆様にご紹介していきたいと思います。不動産価格の高騰の波に乗ってですね、居住者売り主様になっている売買物件非常に多く増えておりますので、まあ、実際にどんな注意点があるのかですね、説明していきたいと思います。皆さんこんにちは、 CF ネッツの清瀬でございます。私現在はですね、リーシンググループに属しているんですけれども、4月までですね、ワンルームブロックにて区分マンションの売買をしておりました。その際何とかあったですね、売り主様が非居住者のですね、売買取引の注意点っていうのを今回皆様にご紹介していきたいと思います。というところでタイトルがですね、売り主が非居住者の売買取引の注意点、これを知らずに取引するのは危険となっております。まあ、実際にどんな注意点があるのかですね、説明していきたいと思います。まず非居住者というのはですね、どのような人たちのことを指すのかといったところでございます。まあ、まずですね、非居住者を定義するには居住者を定義していきたいと思います。まあ、居住者とはですね、国内に住所を有し、またはですね、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を言います。ですので、居住者以外の個人のことをですね、非居住者と言います。つまり裏を返しますと、国内に住所がない、現在までの1年以上の居所がない、こういった方をですね、非居住者と言います。ですので、単純に外国人の方というわけではなくですね、日本人の方でも、国内に住所がなかったり、それで外国にですね、移っているといった方もですね、非居住者の方に該当されます。まあ、こちらが注意点になるんですけども、源泉徴収ですね、こちらちょっとまず文字でご説明していきたいと思います。非居住者や外国法人と日本国内の土地等不動産の売買取引を行う際は、その譲渡対価を国内で支払うもの、つまりは買い主様ですね、こちらはですね、非居住者等に対して対価を支払う際、 10.21% の税率によって計算した額、こちら所得税及び復興特別所得税をですね、源泉徴収しなければなりません。まあ、ただ例外がもちろんございまして、個人が自己またはその親族の居住のようにですね、居するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡代価が1億円以下である場合は、例外としてこちら源泉徴収の対象にはなりません。で、この源泉徴収の期限ですね、まあ、原則として金を払った月のですね、翌月10日までとなっておりますので、ちょっと撮影日が5月というところで、5月内にお金を売り主様に払った場合はですね、6月の10日までに、翌月の10日までにですね、こちら源泉徴収を手続きする必要がございます。まあ、ちょっと文字だとですね、分かりづらいかなと思いますので、ちょっとイラストなんかを使ってですね、分かりやすくご説明していきたいと思います。まあ、通常ですね、こういった形で買い主が私、右側にいるですね、外国人さんが売り主さんになります。こういった形で私が、買い主になりますので、お金を支払ってですね、物件を売買するといった形、こちらがですね、まあ、基本的な流れにはなっております。ただこちらですとですね、僕はこの売り主さんの方にですね、全額お金を支払っている形になります。こちら源泉徴収、こちらの 10.21% の税率というのはですね、売買代金に内包されるものになりますので、こちら後でですね、詳しく説明していきたいと思います。まあ、こちらですね、通常売り主様、不動産売却して利益が出たら、確定申告でですね、税金納めてねと税務署から勧告が入るわけですね。ただ売り主さん外国におりますので、日本語わかりません、日本に知り合いもいないです、代理でやってくれる人もいりません、無理ですと突っぱねられてしまうんですね。もうそれじゃあ税務署としても税金取りっぱぐれちゃう形になるわけですよ。でも売り主さんは、さよならとなってしまって、税務署はこちら税金をですね、取り立てられないといった形になってしまいます。まあ、税務署の方がですね、海外まで行って実際取り立てるなんてことはできませんので、だったらどうするかとですね、税務署さん考えたわけですね。まあ、非居住者からは税金が取れないなと、まあ、それだったら売買取引時にですね、買い主から取ってしまおうと考えたわけですね。ですので、こちら買い主の僕、キブツさん、購入時に税金を納めてくださいねと、まあ、僕は分かりましたというわけですね。まあ、こちら僕が承諾しているというのも、先ほど申し上げた通り、こちら源泉徴収の金額はですね、売買代金に内包されておりますので、僕としては特段損はないわけなんですよね。ですので、僕はもう心よくですね、分かりました、納めますと言って、こちら納めているわけでございます。まあ、実際にどういった流れになるのかといったところですね。まあ、こちら分かりやすく物件価格切り置く1000万円の場合、こうなっております。まず税務署の方にですね、こちら1000万円の 10.21% といったところで102万1000円を納めます。
して売り主さんにはですね、こちら差し引いた金額 89.79% のですね897万9000円をですね、支払う形になります。まあ、そうすると売り主さん1000万円で売ってるのに約100万円ですね、税務署に取られてしまって、損してるんじゃないかと思うんですけれども、こちら取り返したかったらちゃんと確定申告をすればいいというお話になってまいりますので、実際税務署としてはですね、むやみやたらに税金取ってるわけではなくて、こちらしっかり確定申告して還付請求してくださいねと言っているわけですね。まあ、こちら1個注意点がございまして、先ほどはですね1000万円もうそのまま売買金額でですねお支払いするという例だったんですけれども、このように手付金と残代金と金にですね支払いが複数回にわたる場合、それはですねその都度手続きが必要になります。まあ、どういった場合かとございますと、今回こちら1000万円の事例となりますので、まあ、例えば手付金50万円ですね、5月に支払って契約締結、残代金は翌月の6月に、お支払いしましょうねといった際ですね、まず手付金50万円を、5月にですね売り主さん受注しているわけですので、そちらの、10.21%、5万1050円をですね、5月に支払ったら6月10日までに私は税務署さんに買い主はですね納めるといった形、そして翌月6月にですね、じゃあ決済しましょう、残代金950万円ですね、お支払いしますといった際はですね、こちらの 10.21%、96万9950円ですね、こちらをですね7月10日までに、税務署に源泉徴収するですね手続きする必要がございますので、期をまたぐ際はですね、その手続きも複数回になりますので、そちらつどつどやっていただく形がございますので、こちら注意点1つ、覚えていただければと思います。回数を分けてもですね、税金の金額というのは全体の 10.2% 変わっておりませんので、こちらご安心いただければと思います。まあ、こういったところがですね、注意点になってくるわけでございます。ですのでですね、最後まとめといったところで、売り主様が非居住者だった際のですね源泉徴収の対象ですね、まあ、この源泉徴収の主人公といいますかね、日本国内にいるですね買い主様の、あなたになります。まあ、不動産価格の高騰の波に乗ってですね、非居住者売り主様になっている売買物件非常に多く増えておりますので、そういったお取引の際にはですね、こういった源泉徴収のお手続きというのがつきものになってまいりますので、こちらお忘れないよういただければと思います。それでですね、こちら以上で本日のセミナー以上とさせていただきます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。CF ネッツ不動産ウィークで不動産投資について学んでみませんか？月曜から金曜には投資にまつわるこの期間にしか見れない動画を公開していきます。土曜日は実際に購入までできる物件説明会をお届け。日曜日は不動産投資に役立つ限定セミナーを生配信で開催します。不動産のことを丸ごと学べる1週間無料申し込み受付中です。CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。